オスカー・シュトラウスはユダヤ系のオペレッタの作曲家。サルアネクドートによると、本来の性はもともとシュトラウスと綴ったが、著名なヨハン・シュトラウス一家との混同を避けるために5末の S を一つ省いたと言われる。しかしながら、ワルツの作曲という将来性のある誘惑を退りけ、劇場音楽の作曲というより効率の良い仕事に切り替えるように助言したのは、 ヨハン・シュトラウス2世その人であった。ブラームスに学祭を祝福されて、ウィーン音楽院に学んだ後、ベルリンでマックス・ブルフに支持し、ユーバー・ブレットル・カバレットで楽団指揮者を務める。その後ウィーンに戻りオペレッタの作曲に専念し、フランツ・レハールのライバルとして名を挙げる。1905年に、レハールのメリー・ウィドーが初演された際、あれぐらい、 俺にもできるぞと言い放ったと伝えられる。1939年にナチスによってオーストリアが併合されるとユダヤ系のためバリに逃れハリウッドに落ち着いた。戦後はヨーロッパに戻りバートイシュルに今日構えその地で最後を迎えた。代表作にワルツの夢インバルツアートラームとチョコレートの兵隊でアトップフェラソルダほかありがとうございます。